さんにはもう一曲生放送で歌っていただく曲があります。ジャンルはバラード曲です。この曲を手掛けたのは生き物係です。水野さんから手紙を預かっておりまして読ませていただきます。この歌は今回の楽曲制作のご依頼をいただく前に未来へと踏み出す覚悟を込めて自分たちが書いていた歌でした。ここまで頑張り続けてきたファイナリストの皆さんだからこそ見える景色があるんじゃないか。ファイナルは終わりではないのだと思います。今日が始まりです。答えは前にしかありません。皆さんが力強く未来を歩んでいかれることを心から祈っています。生き物係、水野良樹。悲しみを抱きしめて、それでも冬を越えて、春を待つ人にこそ幸せは来るんだと君は信じてたんだ。だから僕も信じた。愛すぎてますよね、その曲のイメージと今まで僕たちがやってきたことと。101の締めくくりの卒業ソングというか、今まで落ちちゃった人とかこれからの僕たちとかいろいろひっくるめて全部思い出にしてくれる曲だなっていうのは思いました。さよならっていう言葉がたった4文字ですけど、僕たちからしたらめちゃくちゃ重い4文字というか。ブリューの集大成というか、全部の思い出を詰め込んだ歌にしたいと思います。なんか僕らって国民プロデューサーの方がいての僕らだし、気持ちが伝わるぐらい頑張りたいと思います。ヒコは前までは自分が泣いてた側やから、今度はヒコの歌声を聴いてくれて、20人の歌声を聴いてくれて、国民プロデューサーをさ泣かしてみたいなって思います。忘れ物に気づいた、困るわけじゃないけど。